リームをつけています。そんなにベタつかずに少しツヤが出て、あのカールのリッチが綺麗に見えるので、今日は、ダウンスタイルのヘアスタイルなんですが、小顔効果もあるので少しだけ残していきますね。本日はご来店ありがとうございます。表参道にある美容室ランベリーの新井と申します。よろしくお願いします。当店はカットやカラー、トリートメント、ヘッドスパなどトータルで綺麗になれるようなサロンになっております。当店は女性や男性、外国人の方にも多くご利用いただいております。ではメイクさせていただきましたので、ヘアセット今回させていただきます。よろしくお願いします。最初にツヤを出すようにオイルをつけていきます。失礼します。表面の髪の毛巻いていきますね。今日はダウンスタイルのヘアスタイルなんですが、まとめ髪なんですが、あまり重くなりすぎないようにちょっと今っぽいラフななんですけど、しっかりパーティーだったり大切な日だったりとかにしていただけるようなヘアスタイルさせていただきます。
誕生日だったり結婚式を大切な日にヘアセットをしに来てくださることが多いです。もしヘアスタイルやメイクのイメージがお決まりでない方も、当日のお客様の雰囲気やお洋服に合わせてしっかりとご提案させていただきますので、お任せいただければと思います。表面ちょっとカールが見える感じが可愛いスタイルにしたいので、ちょっと表面だけカールがしっかり見えるようにしっかりめに巻いていきます。クリームつけます。
クリームをつけています。そんなにベタつかずに少しツヤが出て、あのカールのリッチが綺麗に見えるので、少し乾燥してバサッと見えないように少しだけツヤっぽく押し上げしていきます。ヘッドスパやトリートメントなどもありますので、リラックスした後にどこかお出かけされる方はヘアセットをされるのをおすすめいたします。少し抜け感があって、あんまり頑張りすぎないようなヘアアレンジが結構人気です。あまりきちっとこうまとめすぎずに、アンニュイな感じだったりとか、ゆるさがあるようなスタイルが可愛くて、今年も人気ですね。毛先にヘアクリームを塗っていきます。髪の毛をねじっていきます。
顔周りは少し髪の毛を残してアンニュイな雰囲気で、小顔効果もあるので少しだけ残していきますね。ねじった髪の毛をほぐさせていただきます。顔周り巻いていきますね。今日のヘアスタイルは柔らかい雰囲気でエレガントな女性のイメージして素敵になるように作らせていただきました。ヘアピンつけていきますね。スプレー振りますか。大丈夫です。これで完成です。ありがとうございます。わー綺麗、ありがとうございます。 I hope you guys enjoyed this video. If you did, please give a thumbs up and subscribe. So in today's video we came toOur regular place. Usually we get head spa of this salon. This salon is called LANVERY and located in Omotesando area. The area is very famous for shopping malls. I really like to come here often off camera as well to get head spa and sometimes hair styling. And today I got more summer style makeup and hairstyle. And that matched my outfit also.
you can show the stylist your image. Usually people come here to go to a party, or there is a wedding places around this area also, and also for dates. And if you have something special like birthday, date, or wedding, or just an occasion, or you want to make your regular day something special, you are always welcome to come here. Everyone is welcomed, foreigners, males, females, everyone can enjoy this place. And I recommend getting head spa and hairstyling, makeup. They have other menus as well, hair cutting, coloring, and staff is very friendly, and she just makes you comfortable here. If you are interested in this place, I will leave all the information in the description and in the comment section. Make sure you check their website and book your reservation, and I will see you in my next video. Bye! スキンケアから始めていきます。近くに、結婚式場が多いので、結婚式のセットにヘアメイクいらっしゃる方がかなり多いです。揺れやすいのもあると思うので、少し揺れにくいようなメイクがいいかなと思います。お肌がとっても綺麗なので、それを活かしながら透明感があって、少しツヤっぽいようなお肌の質感と、あとちょっと春夏っぽいような少しピンクメイクをさせていただこうと思います。眉毛描いていきます。少しピンク色重ねます。スキンケアから始めていきます。
のスキンケアは保湿をしっかりしながらメイクに影響がないような敏感肌の方にもお使いいただけるようなものを使用しておりますのでご安心ください。失礼します。今乳液をつけています。しっかり保湿してからメイクを始めていきます。当店ではオーガニック系のブランドを多く取り扱っていて、オーガニック系の洗顔料なども大変人気で、女性から男性に多く使われております。下地をつけていきます。失礼します。お鼻には少しテカリを抑えるような下地をお付けいたします。今日はどんな感じのメイクでいただくんですか？お肌がとっても綺麗なので、それを活かしながら透明感があって少しツヤっぽいようなお肌の質感と、あとちょっと春夏っぽいような少しピンクメイクをさせていただこうと思います。
少し上向いていただけますか。ありがとうございます。ありがとうございます。とかそういうデートとかに行かれる人は、はい、メイク頼む。あ、はい、そういう方もたくさんいらっしゃいますし、と近くに、結婚式場が多いので結婚式のセットにヘアメイクいらっしゃる方がかなり多いです。顔立ちもはっきりされてて、本当にお肌もお綺麗なので、隠すところがあまりないので、それをちょっと活かしながらメイクしたいなと思います。はい、シェーディングしていきます。アイメイクしていきます。私はどういうのが流行りそうですかね。ツヤ感があるとか、マット系、あれツヤっぽい方がちょっとトレンドで流行ってるんですけど、やはり夏でマスクもつけてたりして、あとよれやすいのもあると思うので、少し寄れにくいようなメイクがいいかなと思います。ピンク系だとかちょっとオレンジっぽいメイクが流行ってます。上向いてください。
開けてください。上向いてください。これはグリッターフトラメです。手でなじませますね。下まつげにつけていきます。上向いてください。失礼します。眉毛描いていきます。
イライト入れていきます。ループは初めにオレンジ色、オレンジ系のお色を乗せていきます。口を開けていただけますか。ありがとうございます。ありがとうございます。少しピンク色重ねます。これで完成になります。綺麗。ピンク。すごい素敵です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい可愛いです。